高校の時に文系か理系かっていうのを決めなきゃならなくなって、まあ、それ大学進学するためなんだと思うけど、その時に自分の頭の中では文系だったんだけど、体が理系に行ってしまったんだよね。好きな子が理系に行っちゃったから、俺文系に行ったらその好きな子と一緒のクラスになれないから理系に行ったんだよね。その理系という、まあ、道に行って、その先の進路を考えた時に、まあ、自分の頭の中は文系なので、まあ、そっちの寄りのところに行って考えたら、建築ってその歴史だったり地理だったり、そういうなんかその文系的要素が多かったので、そっちを選んだ。大工になろうと思ったのは大学生の時で、その時に出会った方が、まあ、建築の仕事をしていたんだけども、その建築の仕事の中で、設計、それから現場を管理すること、それから自分で作ること、それを全部やっている方で、あ、俺もそういうものづくりに携わる中で、まあ、自分も、計画をしながら作れる人になりたいなって思って大学になりました。自分はものを作り、それを使う人がいる。その使う方の思いを汲み取って形にして、その方が、まあ、まあ住まいっていうものの中に入って生活をすると、その生活が始まること、あとはその生活の、まあ、助けになることを自分の技術として、形にできるっていうのが喜びですね。はい、作ってお渡ししたから終わりじゃないなって毎回思うんですよ。まあ、なんていうかな、自分にとってはお客さんっていう、まあ、いわば世間一般的には、まあ、消費者なわけじゃないですか。消費されないんですよね、家って。ずっと残るんですよ。で、まあ、住まい方によっては、まあ、不具合が出たりとか、まあ、あとは自分の、ね、思いとは違うようなことになったりとかすることも、全てこうお話が聞けるような立ち位置でいたいなっていうのはずっとあります。だからこの現場もそうだけど、今終わって明日引き渡したら終わりじゃなくて、そこから先どんな風にお付き合いができるかなとか、まあ、それ自分が生きている間だけかもしれないけど、そういうところまでつながっていく仕事だと思っています。愛情ですよ、この面は。この面を見せるのが大工の愛情ですよ。これの狙いは、模様ね、木目いいね、木目、匂い、香りすごいね、これ。